はい、こんにちは。今日もね、キュウシンロイヤルプレイしていきます。お料理のね、お料理器具を体にまとって戦っていく第二次世界大戦ものですね。さあ、パンツ一丁の男がね、戦うバトルロイヤルなんですけども、結構ね、綺麗なのもそうだし、武器もね、しっかりしてるしね。で、システムもね、ネタだから割としょぼい感じなのかなと思ったら、意外としっかりしててね、面白い。若干打ち合いがね、雑な感じはするんだけど、それでもね、ちょっと頭打ったらヘッドショット判定になるとか、基本はね、しっかりしてるんで、なかなか面白いですね。で、最近ハマってね、これずっとプレイしてますね。もともと BF1 とかもね、やってて面白かったんでね、ああいう雰囲気のマップとかが。やっぱね、マップ重要だね。マップ結構重要。このね、散歩してるだけでも結構楽しいからね、今。この雰囲気、この平和そうなね、雰囲気でこれから悲惨なことが起ころうとしているが。めっちゃ音する。めっちゃ音する。外かな。いるいる。近くにいるよ。後ろつけられてない？あ、いるいる。頭狙って、ショットしていく。危ねえ。先に撃たれてたよね。ちょっと危なかったな。お、向こうもまだ武器揃ってない。ハンドガンで狙ってたのか。よし。これなんだ。これなんか勝手に。このね、アクセサリーが結構面白いよね。システムとしては。今つけてるこの輸血パックは、ライフが自動で回復していくっていう。タイプのもので、お、トンプソンじゃないですか。このトンプソン結構強いんだよな。結構アクセサリーが豊富でね、めっちゃジャンプ力が上がるやつとか、あ、誰かいたな。ジャンプ力が上がるやつとか、走るスピードが2倍ぐらいになったりするやつとかもあるんだよね。あとはなんだ、スタミナが増えたりとか。あと、範囲が、エリアが狭くなった時に、範囲外に出るとダメージ受けるんだけど、それを減らすやつとか、おっと、いた。いた、気づいたかな？つうか、これ、塀に隠れてるけど、輸血パックのボコ見えてんじゃん。うわ、バレバレだな。やるしかないな、これ。トンプソンの威力、見してやる。サイムして、出てきたところ、やっていく。お、あ、一発、二発当たったな。リロードして。突っ込むしかないな。突っ込んで。おっと、空中でやられていく。すげえ、今飛んでった。 映画みたいにやられてたね。吹っ飛んでったね。こいつもカー持ってたのか。結構ね、この時代の武器、知らない武器が多いから、どんな効果かわかんないんだよな。そもそもボルトアクションライフルなのか、セミオートなのか、フルオートなのかもわからん。よく聞いたね、M1 ガーランドとかね、トンプソンとか、カーとかはね、他のゲームにもあるんでわかるんですけど。このバックアーマーは絶対つけない方がいいです。すげえカランカランになってね、どこにいるか丸わかりなんだよね。このバックアーマーだけは絶対につけない方がいい。この音鳴るタイプ。これだったらつけない方がマシですね。さあ、食べ物。範囲が狭くなってくんで。あ、つか。さっき被ってたこっちの方がいいのか。で、持ち替えたんで、AW、AVS か。AVS はセミオートのライフルかな。M1 ガーランドみたいなもんかな。結構このゲームね、マガジンが武器固有のマガジンになっててね。マガジンチェンジもリアルなんだな、これが。あ、メガネ。このメガネ大事。このね、リコイル、反動を少し抑えてくれるんで、すごくいいんですよ。うつか、撃たれてる、俺。あ、目の前にいますね。さあ、家の中入っていこうかな。奥にもいる。向こう側にもいるな。あ、いて！ちょっと待って。撃たれた。いやー、奥にスナイパー。とりあえず回復を入れて。お、カーのマガジン。
手前にもいるんだよな。さあ、相手を挟むような形になってるか。川の向こう岸に一人、手前に一人いるはず。あ、川渡ってる。川を集中してるはずだ。よし、ここで狙っていく。挟み撃ちして、ABS でしっかりとタップ打ちしていく。まあ、フロートないんだけど、これ。よーし、倒した。倒した。で、多分奥にいるんだよな。あいつをなんか、動き、一定の動きにならないように移動して、打たせてから、頭打っていく。一発じゃない。さあ、もう一発、隠れたとこ狙って、キルしていく。なんとか二人倒したぞ。で、残り11人。さあ、アイテムを奪うぞ。あ、AKM だ。AKM ちょっと取るか。なんだこれ。お玉ゲット。で、グレネードを持ってって。で、ラージバックからの AKM。もうこのゲーム AKM 多分強い。相当強い。なんかマップに冷蔵庫みたいなのが落ちてて、そこでアイテム回収ボタン連打するとどんどんアイテムが湧いてくるんだよね。まあ有限なんだけど。白い冷蔵庫、赤い冷蔵庫、中と迷彩の冷蔵庫があって、グレードが違うのかな。迷彩の冷蔵庫からね、AKM が出てくるんだけど、これがまた強いんですよね。なんで早速 AKM を使って攻略していきましょう。残り10人。で、後方から音がするんで、ちょっと茂みの中に逃げていきたいが、まず、倒した、こいつを漁って、あ、バックアームはダメだ。こいつはダメだ。バックアームは何もいいことないからね。そんなにないな。前方から銃声。2時の方向かな。さあ進んでいきましょう。さあ結局敵に合わずに、ここまで来ちゃったけど。絶対こっちにいるんだよな。お、冷蔵庫発見。これですよ。さあ、うわ、消防。結構ね、この冷蔵庫からアクセサリーが湧くことがあってね、そのアクセサリーが結構重要なんですよね。アクセサリーでおすすめはね、このグラス、リコイル制御グラスと、走るスピードが速くなる、なんか腰につける膝の羽、あとこの酸素ボンベ。まあ、その次にジャンプ力アップのなんかウサギさんシューズみたいなやつかな。さあ、この川の向こう側から銃声がしたんで警戒していく。が、同じところに留まると怖いんで、後ろの警戒しつつ、前、全方位注意していく。で、音を立てたくないんで、しゃがみ歩き。敵の動き、なし。なんか、あそこに隠れてそうな感じがするけど、いやー、わかんないんだよな。試しに撃つにも音を立てたくない。いやー、しかしね、この雰囲気がたまんないっすね。このね、小鳥のさえずり。虫の鳴き声。めっちゃなんか夏ですね。なんか平和、めっちゃ平和そうなんだけど、この街。こんな平和なところでこんな殺し合いが行われていいのか。さあ、ちょっとね、範囲狭くなるの、待ちましょう。おっと、お料理、人んちの料理を奪っていく。おっと、後ろから、足めっちゃこれカランカラン言っとるやん。そこでバックアームつけるとこんな音するんだよね。まあいいや、しゃがんで。あ、めっちゃ入ってきてる。あ、登ってきた。あ、見えてるし。はい、射撃していく。音うるせえな、ほんとに。ダメだ、バックアームはほんといいことないんだよね。自分の位置知らせて動いてるようなもんだからね。あー、つけてますね。バックアーマーマーク2。他欲しいものは特にはないか。このマガジンチェンジのシステムがすげーリアルなんですよ。例えばこの今30、21って出てんだけど、これマガジンチェンジしたら21、30になるんですよ。本当にチェンジしてるだけで、弾をね、補充するっていう概念ではなくて、本当にマガジンをただチェンジしてるっていうね、感じで、ちょっと最初はびっくりしました。なんか弾が増えねえなって。ちょっとずつマガジン使用していくとね、最後悲惨なことになります。さて、回収も終わって、
後ろから範囲が狭くなっているが、敵の数が残り5人で、まだ範囲は結構広いんだけど、おお、目の前にいる、バケツ、おっと、あ、すげえ、あれか、うさぎさんシューズをかぶってるやつがいて、うわ、やりにくいんだが、ぴょん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 、すげえな、あのうさぎさんシューズ。ちょっとやめよう、この場所で戦うのよくないな。向こうの方に部がある、立体起動してくるやつね、勝てない。一回逃げよう。さあ距離を空けて、この辺の小屋で待ち伏せをすべきか。あのね、うさぎさんシューズほんと厄介なんだよね。あの屋根の上とか簡単に登れちゃうから、いやーまずいな、あの上から見られてたら勝てねえな。ちょっと逃げよう。さあ奥、一回奥へ退避して、さあ範囲も、おっと目の前に敵が出てきた。向こうこっち気づいてない。頭を打っていく。さあヘッドショットで、回収してる暇はないんで戻っていきましょう。さあ後方へ避難して、さあギリギリの範囲、ギリギリのラインを詰めていく。でもう一人敵、ウサギさんシューズがこっちにいるんだが、範囲から戻ってくるときに狙撃したいが、ちょっときついかな。時間がないんで自分の身を優先して移動していきましょう。ちょっと距離離そうかな。さあウサギさんとの対戦は最後まで取っといてやるよ。さあそんな感じで草の根を分けて、いやーこれ高いとこ行った方がいいんだよな。後ろ怖いな。後方警戒をしつつ距離を離していく。よし、ここから右、一応2時の方向を注意して、左ね、左中性、残り4人、3人、残り3人、少なくとも左、結構距離は離れている。さっきのウサギさんシューズの人と銃声が違うんだよな。まあいい。高い位置はね、やっぱこういうゲーム高い位置を取った方が有利なんでね。見晴らしのいいところをなるべく早く確保していく。ただここは向こうからも見晴らしがいいんであまり良くない。ちょっと移動だ。お、いいね。あそこいいな。あそこ移動しようかな。後ろさすがにいないでしょ。さすがにこっちはいないと思うから、ちょっと一応この辺で様子を見たい。あー範囲変わったね。あ、完全にこっちだわ。見えないな。狙撃しようにもあんま開けたところにはさすがに敵は行かないか。よし、 AK に持ち替えてこの要塞を拠点とする。ちょっと音を立てたくないね。すでに先客がいる可能性もあるんで。さあ中をちょっと見て、いないか。いなさそうだな。上に登りたい。登れない。くっそ、こういう時にシューズがあれば。さあこっからゆっくりと見晴らしのいいところ。いないね。いないっすね。残り2人、先客がもう中にいる可能性も考えてしっかりとチェックを。あー、いない。よし、じゃあ私がここを占拠した。さあここからどうするかな。まあ、入り口でもな、うん、あのウサギいるから簡単に飛んでこれんだよな。お、音がした。後ろ NE の方向。あ、いた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 。いましたね。あ、気づいてないね。さあ、どうする?靴履いてないな。うさぎさんじゃないな。よし。後ろから。おっと、ボム。あー、なるほどね。あ、これチャンスだな。これちょっと、やっちまいますか。頭一つ、抜きたい。ちょっと気づいた。ほら、よし、倒した。結構危ない。残りワンマガジン、しかも19発しかない。あー、中入った。うわ、ラストワンか。入ったぞ。ちょっと待ってよまずいなこれ。
しかも範囲がグレネード投げちゃえ。さあ当たれグレネード。いや当たんねえんだよな、奥に行けるから。当たるわけがない。で範囲的には、あ、ちょうど相手の方に具があるか。いやでも地上だからな、範囲的にはこっちのは有利なような気もするけど、どうしようかな。ちょっと登るか。さっき倒したやつの荷物を漁っておきたい。なんかいろいろある。バック、いやもうバックアーマーつけてもいいな。この際もバルツでもいいわ。防御力優先。いや、範囲狭っ。どうしようこれ。MP40 の方がいいかな、近距離だったら。 MP40。 あ、弾ないか。弾入ってないんだ。じゃあ AK でいいか。範囲が狭くなってきた。うわ、めっちゃ狭い。すごい、居場所分かってんだよな。どうしたらいいのこれも。下と上で同じ範囲じゃん。もう最終的に範囲なくなるのかな。とりあえずちょっとグレネを。ああ落ちない。めんどくせえな。行って、俺が食らってどうする。ちょっと待って、回復入れて。結構このグレネード難しいな。変な挙動するぞ。あーつか MP いらね。カーにして、相手も出てくる気配ないんだよな。つか、どうしよう。もう降りて撃った方がいいのか。うわ、跳ねるよ。あ、グレネードなくなったし。範囲がわかんない。すでにもう範囲がわかんない。あ、ここダメか。ここダメ。この辺？この辺なら OK。 あ、音するね。カコ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 言ってますわ。めっちゃ音する。さらに範囲が、うわ狭っ。もう分かんないでしょこれ。つうかもう敵この下にいるってことだよね。あ、つか絶対この下だ。この直下にいる。大体の位置つかめたから、飛び降りて撃てばいけんじゃないか。よし、やるか。よし、もう範囲が完全に縮まったんで、ご飯を食べつつ飛び降りて、いたー、撃て撃て撃て。よしよし、来た。1、8キル、8キルしてヘッドショット2で、こいつうるせえぞ。はい、そんな感じで求心ロイヤル、なんとか1位取ることができました。